Golf Beat。 この番組はベストスコア72のゴルフ女子タレント横山くるみと、ゴルフ歴8年100切り目指して頑張っています沖縄タレント小蛇若菜、2人の共通点はゴルフが大好き。ゴルフの楽しさや知識をお届け、ゴルフビート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日曜の朝はゴルフからおはゴル。さあくるみちゃん、はいはい、今回はですね、うん、あの私たちの番組の後ろの方にある、うん、おまけっていうところがすごく人気なコーナーになってまして、あそこがもうめちゃくちゃ面白いっていう声がね。そうなんですよ、本編では使えない私たちのやらかしちゃったものとか言い間違いだったりとか、まあまあそうね、NG 集とか結構流してきたじゃないですか、ね、そのおまけをですね、うん、私たち、うん、あの自分たちでおのおのベスト3をちょっと選んでおまけ集を皆さんにドドンと紹介できたらなと思ってます。これ言ったら自分たちの恥を自分たちに見せるってことよね。そういうことになります。おかしな番組です ね本当ですよ。はい、ということで今日は、はい、皆さんでたくさん笑っていただきたいと思います。おまけ集です。今回2人がお邪魔したのはギノザカントリークラブ。沖縄の真っ青な海を望むことができ大自然を感じられるゴルフ場だよ。では早速ですね、はい、おまけ集私たちが選ぶベスト3紹介していきたいと思います。ちなみに何回？5回です。5回か、前なら全然覚えてないな、はい、まず何の回かも覚えてない。さあ、そんなわけにさ、わきなさん、わきなさん、わきなさん、あなたあなた、わきなさんこれはね、いいね、わきなさんの回、はい、わきなチョイスいいね、わきなチョイスよ。びっくりした、堂々とさ、そんなわきなさんって言うからさ、いやいや、わきなさんって言っちゃって、私もしかもビートが始まって最初の頃っていうのがさ、そうなの、いいよね、うん、なんか初々しさも残りつつ、そうそうそういや、くるみちゃん結構言い間違い多いけどさ、このわきなさんを私今何度見ても笑っちゃうな。堂々と言ってるのがいいよね。そう、くるみが選ぶおまけの第3位はこちら、27回放送です。27回、なんだっけ。残り125の上りだから、まだ135から若さだ140ぐらい落ちたよね。そうだね、こっからだとピンはグリーンのどこら辺にあるんだろう。ちょっと左側だね。だね、赤い旗が見えてるの。いや見えてるよ。どっちなの。ちょちょちょ、質問したのにさ、ダメっておかしくない。あとだけど奥寄りだよとか。ああ、そういうことね。これはさ、本当にさ、めちゃくちゃさ面白くて見返しててさ、いやだってさ、質問しててさ、どこにあるんだっけっていうか、左側だね、うん、だねさ、いやいやいや、おかしいでしょみたいな。聞いてるのに見えてるのみたいな。この見えてるののツッコミが面白いんだよね。あまりにも的確すぎて。いやもうあれはね、本当ね、現場でも笑ったし、見返しても笑える。確かにこれは笑った。続いて若菜が選ぶ第2位のおまけはこちら。じゃあ行きます。これね、滑るよ。これです、これです、これです。いや、これはいいね。いいよ、綺麗に素振りしてる。こっちが素振りとかも言ってないのに素振りです。いや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 、深刻性じゃないから。じゃあこれのさ、面白いのがさ、あのくるみちゃん映ってないじゃん、うん、映ってないけど声だけで笑ってんのよ。それがめっちゃ面白くて。いやもうだって笑うでしょ。そして最後、首にするぞ。
すごいのがこれおまけで使うと思って撮ってるわけじゃないから、ね、このくるみちゃんの最後の締め首にするぞっていうこのうまい締め方とかもなんかこうおまけのためにできたんじゃないかっていう回だなと思ってじゃないんだけどねじゃないんだけどねじゃないんだけどでもなんかこううまくそう切り取れたらねうまくねじゃ続きまして、はい、くるみの選ぶ第2位ウッドとかユーティリティは得意なんだけれどもなんかこうさらに、まあ、安定させたりだったりとかミスが少なくなる方法とかがあれば教えていただきたいなと思い、はい、三条つかましてみましたシマさんもなーるもがないこれ面白かったねいやこれさ自分で言ったけれどもさまず三条つかまつりましたもさ多分さ日本語としてさ今使うかって感じだしもそれもさ全然言ってない三条つかまつりましたみたいな感じだしさなんでさ急にこんな難しい日本語が出てきたのか武士かのようなさうしかも言えてないし私もあれ聞いた時にさえなんて本当に素でなんて多分三条つかまつりましたなんて言うと思ってないじゃんそうだから本当になんてだしそうなすいませんもん誰もわかんないあの日本全然わかんない続いていよいよ若菜が選ぶナンバーワン なのでねこうアプローチ同じ打ち方をしてなんか食べてるでしょなんか食べてるよね今ね取れた右にいるでしょ食べてますこの人ちょっとあの塩分取ろうかと思ってバレたびっくりした今食べながら喋ってるかもあの食べ終わる前に始まっちゃったのよこれでございますいやこれはね最高だよねこれ最高だよこれはね最高いやもうねあのさびっくりしたよね告げ口かのような若菜さん食べてますこの人何か食べてますみたいなこのさ小学生でもなかなか見ない告げ口あれいやあのね告げ口どころか堂々と食べてんだからびっくりしますよね本番始まってて飴玉食べながらこの人喋ってるんですよびっくりしたよじゃあ言い訳させてあのほら暑かったじゃない暑かったよ飴じゃなくてあの塩分のタブレットとかある、はいはい、で食べましたで私の中ではもう少しさこう様子を見ながらスタートするかなと思ったら、うん、じゃあもうスタートします嘘でしょと思っていやそこでさちょっと待ってくださいとかだったら分かるけどそれをさあたかも私何も食べてませんかのようにさ右頬に隠しながらずっと喋ってるわけいやいやいやなんかいけるかなと思ったのよあのタブレットだからさ、溶けるかなと思ったっけど、3、2、1ぐらい溶けるかなと思ったっけど、意外と溶けなくてまだいたわけ。しっかり膨らんでたよ。私はすぐ見つけたからさ、なんかさ、これは言わなきゃいけないと思って。なんか食べてるでしょ。いや、しかもさ、分かんないようにさ、こうさ、若菜さん側に入れてたっけ、こっち側。こう向いてたから。うん、なのにチクるからさ、あれは言わなければ分かんなかったもんよ。チクるじゃないのよ。これはね、いけないことなのよ。あの時すっごい嬉しそうな顔してた。なんかね、生き生きとした顔してたから。見つけましたっていう感じだったよ。いや、もう本当に。いや、これはね、おまけ1位です、私も。いや、素晴らしい。はい。くるみが選ぶ第1位は、こちら。これはマジでニュアンスも全く分かんないんですが、チーピン。チーピンはもう打ってすぐ左に曲がっていく例文ですね。例文。やべえチーピンだ。マングースの餌になっちまうぞ。ねえねえ本当にそれ使えるの？これ今すぐ使えない中国語講座くらい使えない。はい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 。あの例文もなんだけどさ若菜さんのツッコミが良かったよねそうなのか今すぐ使えない中国語講座ってなかなか今すぐ出てこないからそうね確かにね使えない例文だからいやいやもうそれ出てきたそれがさ一番私の中で積もったっけそれ出てくるかと思って確かに斜め方向から来ました、ね、そう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 いやあの回がさもう全体的に面白かったじゃんいや全体面白かったねなんか二人ともさバカみたいにゲラゲラ笑ってさだってこんな丸同士なんかさ使えるわけないじゃん使えない絶対一生使えないよでもこれ面白かったあの結構視聴者からの声もこの回面白かった
ね、これあったよね。すごいやっぱ笑えたとかさ、使ってみますとかさ、使えるんかいとか思ったけど。そうそう、で意外にこのワード知らないっていう人たちもいたりとか ね、あったから勉強になりましたもあったし、いや嬉しいよね。そう、すごくね、マングースの餌になるぜって出てくるさ、チョイスすごくない？自分を褒め出した自分を、いやでもすごいよね。いやもうあの時のテンションで言ってたからさ。いやだって例文もさ、あのそれこそくるみちゃんがその時その時で考えてるものだから、あれ前日に考えてないわけよ。そう、急に例文をとか言い出すからおまけでこれ使いたかったんだけど、実はおまけじゃなかったっていうシーンがあったんですよ。はあ、はあ、何これは皆さんにぜひ見届けていただきたいと思って、ちょっとぶっこんでいいですか？何、ずるいずるい、ちょっと審議あってからね、ぶっこむかどうか、はい、いやもうこれはね多分一生見られない、これです。さあ皆さんお待ちかねのですね、罰ゲームくるみちゃんへの切り口を私がやりたいと思います。そうです、本編だったんです。これはまずいぞ。じゃあ早速やっていきますね。おまけかなと思ったら、おまけじゃないんだ。そう、本編だったんですよ。いやいや、これはさ二度と出ないよ。そりゃそう、二度と出ないからちょっとぶっこみたい。完成です。いやいや、ひどいさ、こっからなのよねえこれひどいねこれひどくないですね。ちょっと何て書いてる、服の神のような。待って、すっげえぶっさいみたいな。え、待って、なんかさ、三つ編みだからかさ、余計なさいとかさ、わかる？すごいなんかダサさが増してるんだけど。めっちゃわかる。やばいね、これ。これやばいよね。今後多分出ないだろうし。そう。言ったらあなたのメイクセンスもさすがよ。そうよ。あんなにブサイクにさ、人できないよ。しかもさ、何がダサいかってさ、この日以外多分さ、私三つ編みでさ、ビートにしたこと一回もないわけ。そう、お下げだったんだよね。そうそう、たまたまニット帽だしお下げ可愛いかもと思って一回だけお下げ着たわけ。そうそうそう。で、その時にカチンコしてお下げとの相性バッチリだったからね。バッチリだった。なんかもうキャラクターみたいに最後らへん愛くるしかったもん。おまけではなかったけど、これはね、おまけ以上のもう特別枠で、ね、ちょっと今回そうな、これはね、ぜひ入れてほしい。なんか、はい、あそこまで体張ったから逆に流してほしい、うん、そうですよね、はい、おまけはもちろん見返してほしいですし、おまけプラス、うん、まあ、全体的にね、本編も含めて、はい、おまけとその本編両方見ることによってこう繋がるからさ、ね、すごく余計面白くなるかなと思うので、うん、RBC の YouTube で見れるんだよね。そうです、公式 YouTube でぜひゴルフビートで検索してみてください。二、はい、人の衣装を紹介。まずは若菜スタイル。キュートなピンクウェアと爽やかな白のスカートで、華やかで大人かわいいコーデ。白のスカートを1枚持っているだけで着回しもできるからおすすめだよ。続いてくるみスタイル。派手さとかっこよさ、どちらも兼ね備えてるおしゃれワンピース。シルバーのサンバイザーを合わせておしゃれ上級者に。ゴルフビートから視聴者プレゼント。沖縄コカ・コーラボトリング株式会社より、優しい軟水モナクア12本入りを5名様に抽選でプレゼント。ご希望の方は RBC アプリへレッツゴー。たくさんのご応募お待ちしています。公式 YouTube でぜひゴルフビートで検索してみてください。ぜひゲラゲラゲラと皆さんも笑ってて , 笑って、ほらまた噛んだよ。だからほらまた噛んだ手に登っちゃったよなので皆さんもゲラゲラと笑っていただけたらと思います。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。